からちょっとボンちゃんにも少しだけ豪華なご飯をあげようと思って今準備してるの。もうちょっと待ってて。おー、鹿肉じゃん、ボン。これ食べたことあるよ。お二人寝てますよ、鹿だけに。ボン、いらねえよな。トッピングをしていきたいと思います。人よりちょっと長めに茹でたお蕎麦を各部屋ちょっとずついいね、ちょいっとずつ、こんちゃんが長生きできますように。はい、で今度この鹿肉、うわ、茹でた鹿肉も各部屋に豪華やね、もう行きたいと思います。はい、そんで最後にいつものトッピング、はいはいはい、チーズとハサミのトッピングをかけて、ボンちゃんの年越しそばの完成です。年越しそばなんだね。そう。はい、ちゃんとあ、はい、いいよ、はい、お座り、お座り、今年も一年ありがとうね、来年もよろしくね。はい。最高だな、ボン、その顔。ナイスハウスですわ。その顔。よし。食べたね、食べれたね、ボンボン。美味しい。どう？残さず食べない。なんだ今のって感じだった。初めてだよね、おそば。おそば初めて。あと30秒だって。ボン。ボン。ボン。もうちょっとで年が明けるよ。ボンちゃん、2022年がいよいよ終わろうとしております。今年はどんな1年でしたか？イエーイ！いろんなところに行けて楽しかったです。5、4、3、2、1、ハッピーニューイヤー！イエーイ、ボン！おめでとう。はい、カメラに向かって、で私もよろしくお願いします。よしよし。はい、ということでこれから2023年初めてのお散歩に、あ、ボン行きたいと思います。初詣行く、ボン、お散歩行く、え、なんじゃと思ってんの。え、ボン起きた、目覚ました、ん、え、おかしいよ、お散歩行こうか、母ちゃんおかしいこと言ってるよって、うん、そうやね、ちょっと目やに吹いてお散歩行こうか、ボンちゃん、ボン、これがね、日本の年の越し方なの。ちょっと支度するね、じゃあ、うん、防寒しよう、イエーイ、それまでちょっとボン、ジャニカン見てて、変わったボン、
上手やな。パン。あさりして待ってて。すごい人だね。わかった。わかったわかった。じゃあ向こうから行っておいで。いいよ。おやつやくやん。気づいた。お待たせ。楽しい？はいはい、行こう行こう。いい子やな。行こう。バン。バンバン。